招待ということで、今回ジャズでちょっと大変恐縮なんですけど、はい、コラボという形で、結構ジャズにゆかりのあるっていうかね、ダークっていう兄弟のビッグバンドサークルの、ちょっとジュニアバンドにずっと乗ってたタイガーもちょっとブルーグラスにいたということで、あと真央さんとちょっとコラボ企画ということで出演させていただいてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで1曲目をお送りしましたクレイジーリズムという曲でした。この曲ですね、クレイジーキャッツって皆さんご存知ですか？はい、クレイジーキャッツがよく演奏していた曲ということで有名でございます。で、私たち今回はですね、一般的なこうジャズというよりかは結構戦前とかジャズが生まれた時の形に近いようなジャズっていうのを演奏しまして、でそこでは結構バンジョーとかですね、
まあ、時にはチューバとかも使ったりするですね。ニューオーリンズで発祥しましたみたいな感じのジャズに、まあ、近いものを、演奏できるなということでやらせていただいてます。先にメンバー紹介しちゃいましょう。管楽器から、はい、トランペットゴージャスこと宮本悦樹、はい、アルトサックスプイプイこと田中一馬、はい、多分ここではおなじみ、はい、真央さん、バンジョーです。はい、ウッドベース佐藤礼どうですか。はい、ドラムタイガー、イエーイ。はい、私このバンドちょっと企画者でございます、ソラジと呼ばれております。よろしくお願いします。どうもどうも。はい、正田君はですね、なんか謎によく会うという、なんかコーナーでよく会って、その時にあ、じゃあついでに今度よかったらどうですかってことで、はい、今回もさせていただきまして、はい、人の縁ってね大事ですね。はい、ということでこの間ね、そこに座ってるあの船木くんともスキヤで会いまして、その時、あ、なんか浪人してたんだよみたいな、そういう話をね、いっぱいしましたね。はい、どうでもいいですね。次の曲いきたいと思います。次は、いいさん、もう、はい、次はですね、ジュビリーストンプという曲をお送りします。ジュビリーというのはこう、なんか祝日、なんかこう、めでたい系の意味があるそうです。はい、ではお聴きください。ジュビリーストンプ、祝日ですね。そうですね、建国記念でしょ。Thank you.
ありがとうございます。ジュビリースタンプでした。ということで、次、最後の曲になるんですけども、ここで、ことでですね、なんか急遽、今日来てくれてるジャズの、はい、京都のサッチモと呼ばれて いますか、いませんか、はい、はい、船木くんがいますんで、はい、シットにしていただきましょう。はい、ちょっと緊急事態ですね。はい、ちょっと少々お待ちください。別のベース、あすいません、ありがとうございます。すいません、ちょっと弾き方がね、こう結構特徴的なんですね。ヒッシージャズってこう弾くように弾くんでね、結構負担がかかるのかな。すいません。ちなみにですね、船木くんとはですね、今週の木曜日15日にですね、ライブスポットラグというところで、ピアノ狩りの編成で今度はニューオリンズジャズ、まあ、あと、まあ、結構古めのスイングジャズのライブを行います。今日ちょっとだけフライヤー持ってきてるんで、もしご予定空いてる方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。配信もあるんで、国内の方とかもいらっしゃったら全然、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。1個買ってみんなでね、見てくれたらね、嬉しいです。はい、大丈夫そう、ベースは大丈夫そう。はい、フライヤーなんか後で多分その辺にペッて置いとくんで、ぜひぜひ見てくれたらとっても喜びます。はい、予約はこちらまでよろしくお願いします。はい、はい、ということで大丈夫ですか。はい、すいません、ご配慮ありがとうございます。では最後の曲をお送りしたいと思います。これ、結構皆さんご存知かと思います。明るい曲でお別れできたらと思います。聖者の行進でです。